皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイター成沢です。どうも。双眼鏡のお話をしたいんですけど、この双眼鏡、これ富士フィルムさんからお借りしてるんですけど、TSX1440 っていう双眼鏡になります。双眼鏡ってこのチャンネル見てる方はあまり馴染みがないかもしれないんですけど、星空撮影って双眼鏡って私はすごく大事だと思ってるんですよね。でこの双眼鏡ですね、しばらくお借りして結構楽しませていただいたんですよ。でまあ、この双眼鏡の紹介をしつつ、星空撮影で双眼鏡あるとなんでいいのかっていうのもご説明したいなと思います。双眼鏡って目で見るものなので、撮影って単純に関係ねえじゃんって思う方多いと思うんですが、まあ、そこはね、私のちょっと体験談をお話ししたいと思うんですけども、私は星空撮影を始める前に双眼鏡で星を見るっていうことをずっとやってました。で何をするかというと、例えばこう見て、あそこにあの星座があるんだって、こう星座線をこの双眼鏡で辿ったりとか、あとはあれあそこに何だか星雲があるな、何だか星団があるんだよなってことで、こうやって見て、ああったあった、ああそこにあるんだ、おーみたいな感じでずっとやってたんですよ。でこれ結果的にすごく良かったなって思うのが、そのですね、3年後かなに星空撮影を撮影し始めるんですけども、もうすでに星空の撮影を始める前にね、星の知識はそこそこついてたので、上達が早かった気がするんですよ。実際双眼鏡を使ってその星雲とか星団を探すときって、こう星をたどっていくっていうことをやるんですよ。例えば、みんながよく知るアンドロメダ銀河っていうのがあります。 M31 っていう、これの探し方を参考までにご紹介すると、そのカシオペア座、画像出しますね、カシオペア座があって、そのカシオペア座 M の形をしてるんですよ。これまあ北極星の近くにありますんで、北極星から辿っていきます。で、このカシオペア座からの隣にですね、ペガスス座っていうのがあるんですよ。でそこの一つにアルフェラッツっていうね、星があるんですよ。でそこから2個トントンと行くと、メラクっていう赤い星があります。でそこからまた2個トントンと行くと、その隣にアンドロメダ銀河があるっていう感じなんですけど、これ焦点距離も載せますけど、メラクまでたどることができれば、だいたい200ミリエリアなんですよね。200ミリでメラクからアンドロメダ銀河まで入りますよみたいな感覚の焦点距離になるんですよ。まあ、こんな感じで星雲星団見つけるんですよ。今ってそのアプリで調べられますけど、そのアプリで行ってる場所がどこなのかって分かんなかったりするじゃないですか。でもしくは自動導入っていうですね、大きい天体望遠鏡を使えば自動導入っていうすごくありがたい機能があって、まあ、初期設定さえ済ましてみれば勝手にそっちの方に向くっていう機能があるんですけども、初めての方ってやっぱりそこまで手出せないですから、自分でやっぱ自力で星を探すっていう方が、まあ構想的にも安く済みますし、あと自分の実力を上げる上でもね、そっちの方がいいんですよね、知識を身につけるっていう点でも。だからまあ双眼鏡でそうやって星をたどって星雲星団を探していくっていうことをやってみるのがいいと思いますね。だいたいですね、星をこれから撮りたいなって思う人が最初につまずくのが、天の川がどこにあるのか分かんないとか、星座の形が分からないとか、北極星がどこにあるのか分かんないとか、星雲星団の位置がどこにあるのか分かんないと、もう撮れるカメラは持ってるのに自分でそっちに向けられないっていうね、そういうのが最初のハードルだと思うんですよ。そのハードルを乗り越えるためにとっても効果的なのは、私は双眼鏡だと思っているんですね。まあ、撮影の合間にこう双眼鏡で星を見ることで、あれあそこになんかあるな、あれなんだろうって、こうスマホアプリとかでね調べたりして、でそうすると、あれがなんとか星雲なんだ、例えばアンドロメダ銀河とかさ、オリオン大星雲とか今見えますけど、そういうものの存在を知るわけですよね。
で次どうなるかっていうと、それを構図に入れようとするはずなんですよ。それは、ドアップのその天体写真でもそうですし、星系写真、広く撮るね、風景と星を広く撮る星系写真でもそうだと思います。端になんか成分が入ってたら、あれこれここになんか入れた方がいいなとか、もしくはどうしてもアンドロメダ銀河が撮り入れたい構図に入れたいから、こう下から煽って撮るかなとかっていう独特な構図が生まれるんですよ。背景と前の景色、前景とのすり合わせになるんですよね。でそれをやる上でやっぱり背景を知っておかないと、まあ、星空っていう被写体をしておかないとそれをやることはできないんですよ。話を戻すと、この富士のですね 14×40TSX140 ってね、これどんな双眼鏡かってご紹介すると、手ブレ補正がついてます。手ブレ補正付きの双眼鏡なんですよ。さっき見せたこの、ニューアペックスと比べるとだいぶこうごつさが違いますよね。これでも大きい方なんですけど、さらに大きいと。でこれは手ブレ補正が入ってるからこんだけ大きいんですけど、双眼鏡の手ブレ補正ってカメラと違って、まあ、2つあのレンズがありますから、中にプリズムが入ってて、それを動かすんですよ。だからどうしてもこう大掛かりになるという感じなんですね。で、手ブレ補正の効果がですねすごい、ここの、あ、俯瞰で撮ろうかな、すみません、これあのアウトドア用のですねテーブルを上に乗せてます。この下真っ黒なんで、これとの判別がつかないんでちょっとかっこ悪いんですけど、これがフジノンの、双眼鏡なんですけど、ここに 14×40 って書いてあるじゃないですか。これですね、意味はここが倍率なんですよ。14倍の倍率ですよっていうのと、40はこのレンズの大きさですね。ここのレンズの大きさ、これが40ミリありますよという意味なんですね。双眼鏡の使い方っていうのは、まずここがピントリングですね。ピントリング、ここを回してピントが合います。で、このアイレリーフって言われるここはですね、こう持ち上がったり下がったりするんですけど、これはですね、メガネかけてる人ってもうここに距離があるじゃないですか。だからこう目をくっつけられないので、下げ、ここのアイレリーフを下げて使います。でメガネかけてない人は上げると横からこう光が入らなくなるので、まあ、コントラストがかかって見やすくなりますよっていう、まあ、そういうことなんですけどね。で右目と左目の視力が違う人のためにこう視度調整っていうのがここについてます。まずは左目で見て、こう左目で見て、で、同じところ見ながら右目を上げてこう視度を調整すると、左目にこう右目の視力を合わせるような感じの調整機構がついてます。この双眼鏡手ブレ補正付きなので、ここにですね電源ボタンがついてるんですよ。ここに電源ボタン、これを押すとピコンつくんですね。でこっちのなんか双眼鏡がブレてるかのようなボタンがあるんですが、これを押すと、おー、音しましたね。でこれで手ブレ補正が効いてる状態になると、ここを押すと手ブレ補正がオンになって、もう一回押すとオフになるという使い方なんですけど、これめちゃめちゃ手ブレ補正効くんですよ。すごい効くんですよね。まあ、これはですね素晴らしいですね。明光処理って言って、この内側のその内面反射があるとコントラストが低下するんですけど、そういうのもないですし、瞳形って言ってここを見ると、だから丸いのあるじゃないですか、これ瞳形って言うんですけど、これがあの綺麗な丸をしていると、光のロスが少ないんだなっていう風に、すごく見え味もいいですし、性能、手ブレ補正の性能もすごいので、お値段すごくいい値段するんですよね。高いんですけど、いやまあこれすごいなって思いました。でその駆動はですね、電池がここに、バッテリーがですねこの双眼鏡の裏側に
ここにあってですね、これをこう回すと取れるんですけど、なんと単三電池4本ってね、単三電池4本結構使いますね。このように取り付けられるようになっております。でですね、ここ14倍って書いてあるんですけど、双眼鏡を使ったことない人って14倍ってどのぐらいの倍率、どのぐらいの焦点距離なんだろうって多分思うと思うんですけど、人間の目って50ミリって言われるじゃないですか。人間の目で映るものの大きさが50ミリって言われるんですよ。だから単純計算ですけど、単純計算で、50ミリかけるこの倍率をかけてやればいいってことですね。例えば双眼鏡ってやっぱりその、手ぶれをしないように低倍率のものが基本的な、スタンダードなんですよ。で、例えば6倍の双眼鏡を使うと 50×6 で5、6、300ミリ、8倍の双眼鏡で400ミリ、10倍の双眼鏡で500ミリという感じで計算をします。だからこれは14倍なので700ミリの焦点距離の双眼鏡っていうことになります。まあ実際はね、映る範囲とかもあるので、もうちょっと細かいんですけど、ざっくりとそういう感じ。でですね、14倍っていうと、まあ、この時期だとスバルっていうね、星団があるんですよ。プレアデス星団、通称プレアデス星団 M45 だったかな。でそのスバルを見るのにちょうどいい倍率が14倍から16倍ぐらいっていう感じですね。普通の望遠鏡ってこう片目で見るじゃないですか。片目で見るじゃないですか。でも双眼鏡って両目で見るんですよね。両目で、人間の脳ってすごくて、両目で見たものをなんていうか立体的に頭、人間の脳が処理してくれるんですよ。だから片目で見てるよりも両目で見た時の方がすごく立体的に見えるんですね。もうこのね、両目で見た感動っていうのは見た人にしか分かんないですね。月とか見たらね、なんていうんですかね、その月が本当に宇宙に浮いてるんだってのが分かるんですよ。これは片目だと分かんないんですよ。両目だとうおめっちゃ立体的っていうのがあって、パッと外に出てこうやって見れるんですよ。手ブレ補正がついてるからブレずに。で14倍あるので、割とそのスバルとかを見るのに適した倍率の双眼鏡になってくるので、すごくいいなって思った。やっぱ高いだけありますよね。まあ、そのコーティングもね、素晴らしくてね、これ惚れ惚れするコーティングになってます。はい、まあ、というわけでですね、このフジノンの TSX1440 のご紹介でございました。まあ、私の動画だけだとちょっと説明不足の点もあるので、私と同じですね、星空系 YouTuber って呼んでいいんでしょうかね、やってらっしゃるボスケさんって人がいらっしゃるんですよ。でそのボスケさんがこの双眼鏡のレビューを、投稿してらっしゃいますんで、そのボスケさんの動画のリンク先を概要欄に貼っておきます。はい、なのでこの双眼鏡ちょっと気になるなっていう方は、こちらのボスケさんの動画もね、ぜひ見てみてください。めっちゃボスケさんも喜んでましたよね。うん、すごい感動してらっしゃって、で私もその動画を見てこの双眼鏡に興味を持って、でフジフィルムさんからまあそのタイミングで借りることができたんですけど、はい、それでは、今日はここまでになります。まあ、双眼鏡ってそんなに身近なものじゃないかもしれないんですけども、あると間違いなく、星空撮影に役立つものになると思います。皆さんもぜひ、使ってみてください。はい、それでは今日はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、バイバーイ。ありがとうございます。